はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に食う白ぶどうこのジュースをですね混ぜて飲んでみました。まあ、このジュースですねだいぶ前に購入しまして、まあ、賞味期限もですね24年の9月12日と書いてありまして、まあ、すでに若干オーバーしてるんですよね。なので現時点でこのジュースが店頭に並んでいるかどうかっていうのは定かではないんですが、まあ、一応レビューしていきます。白ぶどうの、まあ、甘いジュースっていう感じですね。香りはですね、まあ、香りも、まあ、確かに白ぶどうっぽい秋の香りがいたします。甘さはすごいしっかりあって果汁 20% と書いてありますし、まあ、ギュッと絞った甘さをギュッとこう濃縮されたようなそういうジュースですね。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。もうそろそろ1000日目に来そうなんですが、バズる気配が正直ないですね。毎日コンビニのアイスを食べているアイスマンフードのさんですとか、毎日ラーメンを食べているラーメンすするさんですとか、毎日スキーを食べ続けているファナリスさんですとか、まあ継続コンテンツと言っていいのか分かりませんが、まあ、何かを続けているYouTuber の方っていう、何かを続けている著名人の方がいて、で、私はその系譜に属すると思うんですけれども、まあ正直2年以内にはバズるんじゃないかなと思ってたんですね。高をくくっていたんですが、見込みが甘かったみたいですね。突然、そろそろ1000日達成するんですが、バズる気配は全くないわけですから、ただまあさすがに、まあいつかはバズると思うんですよね。で、まあそのYouTubeで何千万何億円も稼ぐとかっていう、もう、まあまあ多分夢のまた夢でして、ただ卵代、ジュース代、食事代は稼げるようになりたいですね。で、正直稼げると思います。一回バズって、で、まあ私の今の動画のクオリティすごい低いですけど、動画のクオリティを、まあ生産性のフロンティアというか、最低限のクオリティになればですね、卵代、ジュース代、食レポ代ぐらいは、まあ稼げるようになると信じておりますので、まあそれができれば、とりあえず、まあいいかなと思って、気軽にこれからも続けていこうと思っております。はい。ということで、現場から以上です。